始まってるか？お、どうだどうだ？あ、来たー！やったーい！みんな、こんばんはー！橋の空女学院スクールアイドルクラブ1年の大沢るりのだよー！みんな、今日もよろよろー！お、あ、ありがとうありがとう！いや、みんながね、るりの名前を呼んでくれたから、今日も、ルリの個人配信やっちゃうぞー。コメント欄盛り上がってるか？どうだどうだ、ルリのありがとう。おルリありがとうね。おイエーイありがとう。あ、そういえば個人配信間が空いちゃってごめんね。そうなのそうなの。でも今日は楽しもうね。うんうん。あとね、お呼ばれしてるライブがいくつかあって、来週からスクールアイドルクラブも忙しくなりそうだから、その代わりに今日は練習なしオフってやつなんだ。買い物に行ったりとか、ちょっと自主練をしているメンバーもいるみたいだけど、デリはこの貴重なオフの日に何をやってたかと言いますと、部屋に引きこもってゲームをしてました。はい、拍手みんなー。あけそうそうそう、おお、なに、そうそうそう、いいでしょ。あ、バチバチありがとう。いや、でもさ、だってだって、ルリ、蓮の空に転校してきてから、すぐスクールアイドルクラブに入部して、それからも毎月のフェスライブだったりとか、合宿だったりとか、湯の国テンションさんのお手伝いだったりとか、いろいろとずーっとバタバタしておりまして、ゲームする時間が取れなかったんですよ。でしょ？まあまあ、たぶん、そうそうそう。お疲れ様ありがとう。そう、完全オフ日なんだから、趣味に没頭して明日への英気を養うべきってルリ思う。ゆえにルリあり。ね、みんなもそう思うでしょ。うんうん、そうそうそう、大事でしょ。そうそうそう。あ、何のゲーム？あ、それ聞いちゃう。あ、聞いちゃいます。まあね、じゃあルリ、聞かれた分には、聞かれた分には、聞かれたからには語ろうと思います。いや、まず何から語ろうかな。あ、ルリがじゃあいつもね、あのパソコンをポチッとなしまして、そっから一番最初にやるやつはエペックスです。わー、知ってる？知ってる？お、エペ、お、知ってる人がいるぞ。お、知ってるよ。お、知らない人のために、じゃあルリさんが説明をしちゃいたいと思います。いや、これはね、あ、ルリさ、カリフォルニアにいた時からね、よくやってたんだけど、なんか3人1組でね、グループがまずあるので、それで1位を目指していくぞってゲームなんだけど、でもね、最近はね、お一人様でも遊べるなんかコーナーがあったりとか、2人でできたりとか、まあいろいろあるんだけどね、すっごい楽しいゲームなんですよ。そう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 。お、お、あ、マウスですか、パッドですか？それ聞いちゃう。レディはキーボードです。あれ、キーボードってマウスっていうのか。マウス、マウスだよ。そう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 、バウバウバウバンゴ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 ってゲームなんだけど、わかる？あ、キーマウス、それだ。そう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 。あ、何のレジェンド使ってますか？そうそうそう、あのね、それは話そうと思ったんだけど、あ、みんなレジェンドって知ってる？あのね、レジェンドっていうのは、なんて言うんだろう、キャラクターをね、選べるんだけど、それはね、何を使ってるかと言いますと、とりね、最近すごいね、いろいろ使ってるんだけど、お、あ、正解の人がいる。シャルロットさん正解。ルリはバンガロールとか使ってたりするよ、よく。
このね、バンガロールっていうのが何かっつうとね、なんかね、煙をボーンってたけるので、ルリが見えなくなるの。もう視界がもう煙だらけになって、でそれでね、だから隠れ身の術みたいな感じですよ。そうそうそう、そんな感じ。忍者、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。そうなの、そうなの、スモークみたい。そうそうそう、みんなよくわかってるね。そうそうそう、そんな感じだよ。うんうん、あ、今から参加する人がいる、いらっしゃい。あ、そうそうそう、忍者っぽい、ルリちゃんっぽい、本当。そう、あ、あとルリ好きなね、なんかそのね、キャラクターにスキンみたいのがあって、スキンっていうのはなんか着せ替え人形みたいできるのね。いろんなお洋服を着せられるんだけど、その中になんかあー、ルリど忘れした。あれがいるの。みんな思い出せそうだよね。ジブラルタル。ジブラルタル。ジブラルタルっていうね、キャラクターがいるんだけど、そのジブラルタルっていうのはね、なんかね、クリスマスかな、どっか限定で、なんかね、白熊さんになるね、スキンみたいのがあって、着せ替えがあってね、それがね、もうすっごい可愛くって、そうなの、知ってる？ハロー？ハロー？そう、ルリさ、おっきい熊がもう好きなんだよね。チャウチャウも好きなんだけどさ、そうそうそう、あ、知ってる？そうそうそう、それが好きでね、まるではゲットできなかったんだけどね、いつかゲットできたらいいなって思うんだけどね。あ、あと最近ね、いろいろやってんだよ、ルリ。バロラントっていうのもやってるんだけど、みんな知ってる？どうどう？エペ難しい。そうだよね。お、知ってる？あ、わからない？わからない人にはルリが説明しちゃいましょうって言いながら、ルリも最近始めたからあんまわかってないんだけど、でも、ほんと、エーペックスと同じみたいな感じで、エーペックスとかってさ、なんか、FPS ってやつなんだよね、多分。そうそう。FPS、 そうそう、そうなの、そう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 、 FPS ってやつで、なんかね、それもバグ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 ってやるんだけど、なんかね、なんだろうな、まあほぼ同じだ。なんかルリも分かってなくって、ただ一個知ってるよ。 APEX は動きながらバグバグするんだけど、バロラントは止まったままバングバングすんの。で、それで、あ、バロラントは確か6対6だよね、みんな。って感じだよね。フォートナイトやろうよ。わ、楽しそう。それもやってみたいな。そうそう、そうでしょ？そう、そういうのらしいよ。ま、ルリも勉強したいんだけど、そんなみんなにさ、ルリ聞きたいことがあって、なんかね、ルリ最近、バロラントで使ってるキャラクターがいるんだけど、それを教えてほしくって、ね、ヒントをじゃあ出してくね。一つ目は、弓でパーンってやるやつ。弓、バーンってやったら、人がね、人がどこにいるか分かって、で、あとね、電気の弓とかも、バーンって。そうばだー、そうば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 だー、そう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 、それだ、それだ、すごいすごい、そうば、そうばじゃないよ、そうば、そうそうそう、それそれ、ありがとう、解決した、ありがとうね。そうそうそう、あ、まあいや、解決しました。だから
からちょっとこの話はいいかな。え、ルディね、まだね話したいことがたくさんあるから、ちょっといろいろ話していい？あと、あ、もう一個あった。ね、メグちゃんがねこないだ配信をしてたんだけど、そこでねレディのことをね、ポケットモンスターに例えてね、サンダースに似てるって言ってたの。サンダース可愛くない？なんかもうピカピカーってして、ちょっとツンツンツンってしてさ、レディ嬉しかったんだよね。どうかな、似てると思う？レディどう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 言ってたね、でしょ。あ、デリっぽい？ほんと？おぉ、髪が似てる？ほんと？嬉しいな。やったやった。おぉおぉ、あ、それで、デリこれも聞きたいんだ、みんなに。いや、やっぱみんなってさ、すごいじゃないですか。だから、デリの、カホちゃんにね、すっごく似てるね、ポケモンを見つけたの。それがもうね、すっ恋ぴったしで、それを当ててほしいの。まず、じゃあ、1個目。ワンワン！犬！犬なんです！犬！犬でね。その後は、スリーズブーケカラーなの。黄色？オレンジ黄色っぽいのに、緑の、ちょっと緑が入って、みんなすごい！そうそうそう！調べてほしいんだけどね、ワンパチっていうねポケモンがいるの。それがね本当に可愛くって、なんか見た瞬間にスイーズブーキ、うや、カホちゃんだって思ってね。だからちょっとね、ルディは今みんなに似合うポケモンを探してるんだけど、なんかさあったらちょっとルディに今度教えて。みんなも考えてみて。ちゃんは犬、後で見てみて、似てるのわかるでしょ。あと、まだまだ話したいことはもうたくさんあるんです。あとはですね、ルディはマイクラをします。マイクラ知ってる？マイクラ、マイクラ知ってる？話してくれ、ありがとう、リリーさん。定番、お定番なんだ。そう、作るの好き。あ、ルディも好き。そうそうそう、ダイヤ掘るやつ。あ、そういう遊び方もあるよね。いや、ルディはこれはね、YouTube でね、動画がピューンって流れてきてね、で、それで見たんだけど、なんかね、その YouTube はお家を建ててるね、YouTube だったの。ルディはそれで、うわー、お家作りたいって思ってやったんだけどね、なんかすっすごい楽しくって、ルディちょっと、なんだろう、少し小さめのお家が好きなのね。なんだろう、なんかちょっとこじんまりとした方が落ち着くと言いますか。そう、だからルディはちょっとちっちゃいお家をね、何個か作ってね、そうそうそう、やったんだけど、あ、メグちゃんと一緒にやったゲームはポケモンはやったかな。小さい頃からルディ、メグちゃんとポケモンよくやってたな。メグちゃんは可愛いポケモン大好きで、結構メグちゃんガチ勢なんだよ、ポケモン。だからね、この間もなんか V2 揃えたとか言ってたし、いろいろやってたかな。あ、ルディ、ルディもね、EV とか好きだよ、ポケモン。そうそうそう。メグちゃんこだわりそうでしょ？そうなの。そう、あ、違う違う、マイクラ、マイクラ。そう、マイクラの話は、マイクラはね、何あんなしたっけ、ルリ。な、あ、そう、それでね、ちっちゃいお家を作るのが好きだから、地道コツコツね、一人でね、家建てて遊んでるんだけど、みんなさ、マイクラって、どういう、遊び方をするのかな。なんか人によるんでしょ。あ、みんなで冒険しよう。あ、冒険？素材集めるよ。あ、やっぱ素材をね、
エンドラ？エンドラ倒してないよ、ルディ。エンドラっていうのがいるの？エンドラ？エンダードラゴンっていうの？ふーん。へえ、そうなんだ。エンダー、なんか、エンドラ、そうい、そうなんだ。あ、ラスボスなんだ。マインクラフトって、ラスボスいるんだ。そうなんだ。デリ、家ばっか建ててたよ。そうなんだ。あ、じゃあ行くしかないね。エンダードラゴンは、あれか、あれなのか、どんどん、掘っていったら出会えるの？そうなの？うんうん。マインクラフト奥が深い。そうだね。うんうん。自由だからね。そうだよね。あ、明日の空みんなでね、やりたいよね。うんうん。あ、あと待って待って。もっと話したいことがあって。レリね、みんなが知ってるゲームとかも好きだよ。定番のボードゲームっていうのかな？オセロとか、コリドールとかっていうゲームがあるんだけど、そこら辺が好きなんだよね。みんな知ってる？お、知ってる？うんうんうん。オーセロ、ボドゲ好き？あ、ほんと？レリも好きなんだけどさ、コリドールね、コリドールっていうのは、なんだろうな、もうすごく難しいんだよ、説明が。これが、相手側で、こっちがルリ側でね、で、こう四角形になってるの。で、その相手の聖地とルリの聖地ね。で、ルリは、相手の聖地に行って、相手はルリの聖地に来るんだけど、それを阻止しながらも、相手が来るのを阻止しながらも、ルリはその相手の方に行かなきゃいけなくって、それをどっちが早く来れるかみたいなやつなんだけど、わかる？どうかな？そう、頭使うの。すっごく頭使ってね。そうなの。でね、それね、アプリがあって、なんかね、動物のコリドールっていうのがあってね、それがすっごく可愛くって楽しいからね、やってみて。うんうん。説明下手か。ごめん、ごめんね。そうなの。そうだ。あ、調べてくれた？いや、でも調べてみて。ルリじゃね、説明しきれないんだ。うん。あとね、スクールアイドルクラブのみんなとやりたいのは、よくめぐちゃんとか、親戚とかと集まってね、よく年末とかやってたんだけど、モノポリーっていうゲームがあってね、モノポリーは、もう、とってつもなく、もう難しいゲームだから、説明は省きます！モノポリーは、みんな調べて、うん、名前聞いたことある？でしょ？うんうん。でしょ？わからない。いや、ごめん。でも、調べて。うん。でもね、それより、ちょっとみんながね、おすすめのゲームを聞きたいんだ、アルリは。どう？みんな、何が好き？うん、うん。うん、うん、うん。お？あ、あーま、ブロックス。うの、うのいいね。うん、うん。エルデンリング。へぇー。あー、アーマートコア。うん、うん、うん。うん、スマブラ、うん、聞いたことある。モンハン、あ、スイカゲーム、最近なんかめぐちゃんが言ってたな。うん、うん、うん。うん、うん、うん。ピクミン、かわいいよね。うん、うん、うん。マリカ、いいね。いろいろ楽しそう。うわー、楽しそう。いや、みんなありがとう。ちょっとみんなの、コメントを、アーカイブでもたくさん見て、ちょっとレディもやってみようかな。あー、ちょっといっぱい喋っちゃったな、レディ。みんな聞いてくれて、ありがとね。ありがとう。さてさて、それじゃあ、そろそろ終わりにしようかな。うんうん。あ、そうだ、終わるといえば、配信スイッチを切るときの掛け声なんだけど、7月の配信では、みんな掛け声考えてくれたよね。あれめっちゃ楽しかった。ありがとう。うんうんうん。だからね、今回もみんなから掛け声を募集しようと思って、何かいい掛け声あったら、コメントしてほしいなって思って、どう？うんうん、あ、そうそう、この前
は合わないっすねって終わったんだけど、なんかないかな。うんうんうん。おー、あ、なるほどね。おー、ほうほうほう。ほう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 。はぁ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 。おー、なるほどね。あー、オッケー。あ、わかった。レディなんか、いい感じの見つけたわ。ふぅ。じゃあ、これで言うね。うん、うん。ということで、今日もみんなと一緒に話せて、レディすっごく楽しかったよ。ゲームについて語ってましたが、他にもレディね、釣りとか、一人カラオケとか、いっぱいいっぱい趣味があるから、いつかまた語る配信したいなって思って、その時はみんな、また聞きに来てね。聞きに来てくれるか？聞きに来てくれるか？どう？お、また聞きたい？ありがとう。嬉しい。そんじゃ、今日の配信はこれでおしまい。みんな、次の配信まで、バイバーイ。あ、そうだ。でも、レディもう一個思い出したから、ウィズミーツアフター配信もしようと思う。だから、みんな来てね。来てくれるか？来てくれるかい？おおお、あ、ありがとう、ありがとうね。うん。それじゃあ、改めて、